食へのの貪欲と妄想の危険性12あなたが食べられることおいしいものがこんなにたくさんあることを羨む人がいますッカイも食べ物を持っていて多くの人は彼が食べ物を持っていることを羨ましく思いますがッカイが誰かの家に行くと人々は彼が食べることを恐れます 彼が働いているのを見ると有能であることがわかりますが食べ始めると人を驚かせ彼の一食は人々の1か月分にもなるからです懺悔します恥と思わず逆に誇りと思うのです今、悪いカルマと良いカルマの話をしましたが。 彼女はこれを避けることができないことがわかりますね。なぜ避けなければならないのか。避けなければいいです。避けなければ来ますから、美味しい食べ物が。食べなければ終わり。美味しいのが美味しい。それは人の美味しい。私と何の関係はあるの。私はあの誰々を覚えていて、私たちは毎回食べて、 彼女は自分の糞だけ食べて、それでしまい。時にはあなたたちはこのようで、あのようなにやっているとき、彼女は食べないと言ったら確かに食べないで、彼女はやり遂げたのです。彼女は修行のためにやっているのではなく、苦楽のことのためでもないのです。フィギュアのために、は、目覚めたでもないでしょう。 それは目覚めたと言えません。猿の痛みが塩を置き換えたようにそれは別のことでこれの代わりになったということしかできないのですでも結局彼女はあまり食べなかったから少なくともその場は良かったのです彼女は他のものを欲張りしていただけですはい何が欲しければ何を得る 彼女が絶望するのは自分の体のスタイルや顔つきです。手に入れたのですか彼女はこの人よりはマシです。この人も顔やスタイルに貪欲ですが彼女にはかなわないのです。相手はそれ顔やスタイルのために何かをすることができますがあなたはこれのためにも何かできることもできません。 自身疑,うとは何か疑いは自分のカルマと他人のカルマと相入れずカルマに応じた疑いを形成するのですもう一つ何事も少し疑ってかかるという習性がありますバカみたいでしょう極まりなく愚かです 私たちは何でも少しは疑ってかかると、何に対しても本当に手に入れることができなくなるのですから。例えば、何かを買うとき、まず疑ってみて、それを買ってきてからも、いつもその疑いがあるので、それに馴染めないのです。疑う心がいつもそこに潜んでいるので、 気分が悪いのですね。仏教を勉強しなければ本当に大変なことになります。誰にも疑い、一りぼっちになって、虚空に生きていくことしかできません。儀の最終結果は、良い縁起は次第に去り、悪い縁起が来るようになり、一緒にいる人はみんな、疑心暗鬼になるタイプで、 お愚か萬儀が深刻な人ばかりになります。なぜ食べ物や薬空気までもがこんなに乱れているのでしょうかすべては人為的なものでもっぱら自分の利益をはかり他人はどうでもいいな人です。結局この環境では自分をも苦しませることになるのです。 ブッダはこれらを使わず、義を生み出す資源や資本すら持っていなかったのです。私たちは義を生むには、あまりにも多くの資源と資本があり、どの点からでも義を生むことができるのです。カルマ、周期、煩悩、煩悩にはドン、真、愚か、ン、義が含まれ、どれからも生じることが可能です。太陽や月、 星でさえも疑い、さらに憎むことがあります。例えば、夏には太陽が猛毒だと憎んで、冬にも寒くて憎みます。こうして人はやめられない。自分を惨めにさせておかないと気が済まないのです。実際にこれらがあると、気持ちが悪いのです。過方や苦しみはもちろんのこと。 この疑いだけで、なかなかいい気分にはなれません。注意深く調べますと、ここには疑惑が働いていることがわかります。そいつは、私たちが良くなることを望んでいるのではなく、私たちが繰り返して苦しんでいることを見て楽しいのです。私たちは苦しめば苦しむほど、そいつは嬉しくなります。 それにしても私たちは相変わらず進んで悪魔の子になるのです。これなら言うことは何もありません。私たちが苦しみの状態にあるとき、それ自体が苦しくて、もやもやして落ち込んでいないでしょうか。嬉しくないのに、どうしてまだこのようなことをやるのでしょうか。あれこれ疑っていると、 結局は人を離れさせてしまい、君は皇帝よりさらに皇帝、名実愛伴う一匹狼になってしまうのです。それは苦しいのか、嬉しいのですかまあ、一人でしたら何か疑うことはなく、やっと苦にならなくなったと思うのでしょう。それなら、人に会うな、人に会えば必ず疑問が湧いてきます。 疑いが残っているからいつも飛び出してきてすべての良い関係や良いカルマが断ち切られ断ち切られると同時に終わりのない苦しみをも受けなければなりません良いことはすべてなくなり悪いことはすべてやってきます結局得たのは疑いも悪いし 疑わないことも悪いという状況になるのです。恩師の教えどの言語や文字も主情を救うための非常に重要な演技であり、 すべての菩薩行者はそれを習得する必要があります。謙虚に敬意を持って自分より優れた人に質問し、一生懸命勉強すれば、自然にどんどん上に行けます。聞かないは恥ずかしい。聞かなければ何もわからない。もちろん恥ずかしい。だから、 人にアドバイスを求めるのは恥ずかしいことではない。傲慢は高い丘のようなものであり、徳の水をためない。知恵、幸運、功績、能力、すべての水が低いところに流れた。恩師を称えるし。著者、報復。恩師を際限なく称賛し、 あなたはいつも私が最も必要としている時に現れ、私の必要に依頼、偉大な知恵の目的で私を助けてくれます。恩師を際限なく称賛し、私が少し従順である限り、私がしっかりと付着している、受け入れられない、と、カルマの習慣の障害。 を取り除くことができるようになりました。私がカルマのもつれの状態にあるとき、私はあなたの救助に感謝しますにも心も楽になり、身軽に戦闘に臨むことができます。恩師を際限なく称賛し、小事期と難民キャンプのゴミの山で、暖かく安全に成長させてください。 恩師を再現なく称賛し、あなたは肩にすべての重荷を背負っています。私はあなたの贈り物の祝福を使って世界を欺き、私の力を見せびらかすことがよくありますが、あなたは私を責めたり憎んだりしません。あなたは、 私がより多くの人々の心からの尊敬と維持を勝ち取ることができることをまだ望んでいます。恩師を再現なく称賛し、あらゆる種類の障害から私を守ってくれて、あなたが私に与えてくれた全てのものに感謝します。恩師を再現なく称賛し、私たちには、無因が、 あなたの移植を頼りに、すぐに良い結果を得ることができます。恩師を再現なく称賛し、あなたは慈悲深く私を救い、教えてくれました。煩悩に付き従わず、善行をことごとく滅ぼすな。一日も早く真の仏弟子となれますように。恩師を再現なく称賛し、 私たちに教える機会を待っています。妄想を観察する方法、最初の考え、さらには考えの間でさえ、私たちは妄想の本質が自分自身を傷つけることであることを認識しなければなりません。心をうまく使えば、素晴らしい駆読が得られます。恩師を賛美し、恩師に感謝します。 あなたが慈悲深く、私の逆さまの考えを取り除きますように、私の心が死の教えとブッダの秘密の意志と一致しますように、死と仏のようになり、すべての主情を救いますように。